皆さん、こんにちは。今ニューです。本日は Web スクレーピング。 入門第3回ということで、ビューティフルスープを用いて、ウェブページ内のテキストデータを自動で抽出していきます。前回はセレニウムを用いて、ウェブページ内のテキストデータを自動で抽出しましたが、今回はセレニウム同様、ウェブスクレーピングにもってこいのライブラリ、ビューティフルスープの使い方をお伝えしていきます。第1回、第2回をご覧になっていない方は、まずそちらの動画を勉強の上で、本講義に臨んでいただければと思います。 それでは早速講義に入っていきましょうそれでは第1回第2回に続きウェブスクレーピングを学んでいきましょう第3回は第2回とほぼ同じような内容ではあるんですけれども扱うライブラリーが異なります第2回はセレニウム今回はビューティフルスープになります Beautiful Soup は w e b スクレーピング用のライブラリーとして用いられますが、実際には HTML の構造を解析する目的で用います。実際にどうやって扱っていくか今から見ていきたいと思います。では、今回使用するサイトですね。 前回同様、Web スクレーピング入門のサイトを使用していきますが、その中のユーデミーというところを押していただくと、私のプロフィールが出てきます。で、この受講生の数、レビューの数というのは、実際にスクレーピングしてきて、こちらを確かリアルタイムで反映しているようなものです。まあ、日時で反映しているようなものなんですけれども、この受講生の数とレビューの数というものを、このサイトからスクレーピングしていきたいと思います。では、JupyterLab に戻ってください。 まず必要なライブラリーが2つあります。1つ目がリクエストというものになります。リクエストそしてもう1つが Beautiful Soup 4としてくださいで。B と S は大文字です。Beautiful Soup 4とするとこのように2つインストールすることができました。 でこれで必要なライブラリのインストールは終了です。そしたら、インポートしましょう。requests と beautiful soup4、えー、は BS4 でインポートできるのですが fromBS4beautiful soup の中から beautiful soup、えー、というものをインポートします。この2つをインポートしてください。そしたら、先ほど お見せした URL をこの URL という変数に入れて、そしたらですね、一番最初リクエスト、request.get として、この URL を入れてあげます。つまり、この URL に対して get をしてあげるんですね。get とポストありますよね。で、get をしてあげて、まあ、実際にそのレスポンスを取得してくる必要があります。で、レスポンスということで、レスという変数に入れておきましょう。 まあ実際に変数ではないですけれども、レスという名前で、この request.getURL したもののリターンした値を取ってきてあげます。そうすると、はい、このように実行が完了して、レスとすると、レスポンス2 0 0と出ました。え、しっかり取得できましたよ。成功ですよ。というのが200を意味しています。そしたらこれ中身何も書いてないじゃんっていう話なんですけれどもレス、ドット t e x t とするとですね、 はい。このように HTML がずらーっと書いてあります。で、これ何の HTML かというと、この URL のところに Get を送信して、Get を送って、で、それで返ってきたのがこの中身、つまり HTML なんですね。この URL に対して、レスポン、えっ、ー、と、実際にリクエストを送って、で、そのリクエストから返ってきたレスポンスの内容が、この HTML の構造というよりも、HTML の中身、 これだけだと見てみるとわかるように単純にストリング型なんですよねでこのままだとすごい扱いにくいのでここで出てくるのがビューティフルスープになりますビューティフルスープを使って、えー、HTML の構造を、まあ、かより見やすくして、えー、より扱いやすくしてくれるっていうのがビュ、えーティフルスープになりますではやっていきましょうビュ、えーティフルスープカッコで先ほどのレスポンスの中のテキストを使用しますと で、ここでいくつかあるんですけど、この後ろに書くのが h t m l p a r s e ーとしてください。これは html をうまく構造を解析しますよ。p a r s e というのは、まあ、うまく言うと分割という意味なんですけれども、html の構造を分割して見やすくしますよみたいな意味です。で、これをよくですね、beautifulsoup ではスープというふうにします。はい。そうすると、先ほど見たレス e s t e x t と比べると構造がしっかり明確になってますよね。はい。 このように beautifulsoup を使ってあげると、この先ほど入れたテキストをうまく HTML だと読み込んで構造を解析してくれますよっていうのがこの beautifulsoup のこの使い方です。で、まあ、これだとインデントとかが入っていないので少しわかりにくいよという方もいるかもしれないので、その場合は実際にはこの p r i n t s o u p p r e t y f y っていうのがあります。プリ っていうのを使用してあげるとこのように、まあ、たちゃんとインデント付けではい HTML を見てあげることができるので、まあ、非常に、えー、見やすいかなと思います。まあ、これは別にね見やすさの問題なので別にこのようにする必要は、えー、全くないです。はいでは早速扱っていきたいと思います。基本的にはですね、あのセレイメントほぼ同じです、えー。扱い方としてはスープドットホニャララっていう風に書いていくんですね。で よく使うのが、ファインドということで、まあ、ファインドホニャララっていうのを使用するんですけれども、まず、ファインドオールを使用してみましょう。で、この中に、タグの名前を書いてあげます、タグ。まあ、今回で言うと、まあ、P タグとかが一番いいのかなと思うので、まあ、よくあるので、P タグを指定します。先ほど読み込んだスープ、ビューティフルスープで読み込んだ HTML の中から、P タグであるものをすべて見つけますよ、という意味です。中見てみましょう。 はい、そうすると、このように、外側、外側は、リス、えー、リストではないですね。これリストかと思いました。リストっぽいですが、えー、まあ、リストのような形になっていますが、このように、p タグ取れて、で、カンマ、で、そして、カンマというふうに書いてあるので、実は、まあ、一種の複数の値を持っているリストのような形式です。なので、これを0とすると、はい、このように1つ目取れて、 2つ目の P タグ、えー、3つ目の P タグみたいな形で取れます。この P タグを今複数取ってきているので、その中の順番、まあ、1個1個 P タグが格納されているようなイメージです。でそれを全部取ってきているのが Find All という形です。はい。よろしいでしょうか。で、これだけじゃなくて、他にもいくつかやり方があるんですけども、Find All は P タグすべてを取ってくるんですね。で、1つだけ取ってきたよという場合には、 ファインド P としてあげるといいです。ファインドオールではなくてファインドです。そうすると P タグ1個だけ取ってきます。ただ注意しなければいけないのは一番最初の P タグだけ取ってくるので、これ一番最初じゃなくて違うところとか取ってきたいとなると、ファインドではなくてファインドオールをして3つ目とかっていうのを指定してあげる必要があります。はい。このように取ってくる方法もあれば、あとは簡易的なもので言うとスープドット P とすると P タグを取ってくることができるので、はい。上と全く同じような結果ですよね。 このように簡略化して書くこともできます。で、ここのスープドットピードットテキストとしてあげると、この P タグの中にあるテキスト、つまりこの部分ですよね。この部分を抽出しますよというふうにドットテキストとしてあげると良いです。これは確かセレニウムでも同じかなと思います。はい。では、まあ、ざっくりとしたですね。まずファインの使い方をお伝えしたところで、 先ほどの受講生の数を取っていきたいと思います。受講生の数全然難しくないです。受講生の数見たいんですけれども、まず、はい、デベロッパーツール開いていただき、エレメンツで、ここで、ここクリックすると、はい、サブスクライバーズというクラスが指定されています。これをうまく指定して取っていきたいと思います。はい。で、これが、まず、スープドット、ファインドオールとしましょう。 で、先ほども見たように結局 P タグに入ってますよね。P タグ。なので指定の仕方は先ほどと同様 P タグです。ただこれだと全てが該当してしまいますよね。全てが該当してしまうので、この後ろに引数として、あと、アトリビューツですね。ここにクラスを指定してあげます。どのようにするかというと、ATTRS と書いてアトリビューツ。で、クラスが、 サブスクライパーズであるものを取得しましょうっていう風に P タグの中でも条件を指定して取得することができます。実行しましょう。はい。受講生の数のこのサブスクライパーズ、クラスがサブスクライパーズであるものをしっかり取ってきてますよね。で、これ自体はファインドオールで取ってきてるので、まあ、複数あるかもしれませんので、ここはリストのような形式になっているのは先ほどと変わりません。なので、 サブスクライバーズ、サブスクライバーズイコールとしてあげて、これだと今お見せしたようにリストなので、ここの0番目と取ってきてあげると、はい、この中身を取ってくることができます。ここまで大丈夫でしょうか。そしたら、このサブスクライバーズのテキストとしてあげると、はい、このように受講生の数取ってくることができますよね。で、 これだと今シングルコーテーションで囲われているようにストリング型なんですよストリング型でこれストリング型じゃなくてやっぱり取ってきたいのって結局この数値の部分ですよね数値の部分なのでこの数値の部分だけ取ってきてでも多分文字列なのでそれをイント型に変えるってところまでお伝えしていきます、えー、どのようにやるかいろいろ方法はあるんですけれどもまずこちらでこの中身テキスト取ってきたら後ろの部分取りたいと いう場合には正規表現を使うやり方もありますが私がよく好んで使うのはスプリットで分割してから後ろの要素を取るというやり方ですこの9375という値を取りたい時にはこのコロンを境目に後ろの部分だけ取ればいいのでこのコロンを境目にスプリットしてあげますスプリットは分割してリストにしますよというものです そうすると、スプリットを境に前と後ろに分かれたリストが出来上がります。で、今回必要なのはこの1番目の値なので、0、1の1番目の要素なので、このようにしてあげると数値のみ取得することができます。ただこれは先ほどお伝えしたように、ストリング型のまま、つまり文字列のままなので、やっぱ数字は数字としては使いたいですよねってことで、int というので挟んであげると、整数値になります。 ま、受講生の数って基本的に整数型ですよ。整数ですよね。なので、イントで挟んであげましょう。というのがこちらです。で、これをですね、えー、サブスクライバーズ、まあ、受講生の数ということ、N アンダーバーサブスクライバーズにしましょうか。何々の数としたいときはですね、よくこの N アンダーバーほにゃららとすることが多いです。はい。N アンダーバーサブスクライバーズ、こんな感じですね。これで、はい。9375というのを取ることができて、しっかりと、 イント型で取得できているのがわかるかと思います。では同様にレビューの数というのも皆さんチェックしてみてください。レビューの数も取得してきてください。では今から演習です。用意。始め。 はい。いかがでしょうかレビューの数しっかり取得することできましたでしょうかまあ、非常に簡単ですね。もう皆さんならパパッとできるかと思います。このレビューの数、単純に違うのはこのクラスの部分です。なので、もう正直ですね、この流れを全部取ってあげればよくて、サブスクライバーズではなくて、レビューズ、レビューズとして、同様に p タグの中のクラスがサブスクライバーズじゃなくてレビューズになってるものですね。で、同様の形、ほぼ同じような形式なんですよね、これ。転んで、後ろが数字という形なので、これを実行してあげれば多分いけるはずです。はい、1565という数値を取ることができました。よいしょ、イント型ですね。はい、非常に簡単ですよね。まあ、このように、 まあ文字列であったらイントにしてあげたりとか、まあ、文字列分割してそこだけ取ってきてあげたりっていう、まあ、こういう文字列操作とかっていうのは結構重要だったりします取ってきた値をそのまま使えるわけではなくて、まあ、汚い形になっている場合がほとんどなんですよねでここをちゃんと精査してあげて欲しい情報のみを取ってくるっていうのをささっとできるようになると本当にウェブスクレーピングっていうのがどん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 はかどるかと思います で、まあ、もう一つですね。え、まあ、一応お伝えしておこうかなというのが、皆さん CSS セレクターご存知でしょうか知らないよという方はぜひ調べてみてください。まあ、というよりも、Web スクレーピングをどん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 深めていく上に、上で必要なのは、え、やっぱ HTML と、ま、多少 CSS とかの知識っていうのが欠かせないです。今回は私のこの Web スクレーピング入門のサイトは、かなり簡易的な HTML の構造をしています。まあ、というのはそういうふうに作ってます。 なので、まあ簡単な部分多いんですけれども、実際のウェブサイトとかってもっと複雑なんですよね。その複雑なその HTML の構造を読み解くのは、やっぱり HTML の知識がある程度ないと難しかったりするので、ぜひあのそちらを学んでいただきたいなと思いますし、今回最後ちょっとお伝えする CSS セレクターっていうのも、CSS をちょっとある程度知っていないとできないので、その部分もですね、ぜひ学んでいただけたらと思います。 で、CSS セレクターっていうのは、CSS というのを指定する際に、どこの要素に対して CSS を適用しますかっていう、まあ、その書き方なんですね。えー、まあ、見てあげるとわかりやすいんですけれども、スープの中の、先ほどまではファインドでしてましたけれども、セレクトっていうのを使います。で、この中に何を書くかというと、P タグみたいなものを書くのではなくて、まあ、これでも取れるんですけれども、CSS のセレクターを指定してあげます。で、どういうことかというと、 ラスこのサブスクライバーズを取りたいときというのは c l クラス名で取ることができるんですね ..subscribers の CSS セレクターご存知の方は多分分かるかと思いますが基本的に CSS セレクターで何か値を指定したいときはクラス名で指定したい場合はドットクラス名で取得することができます。なのでこれを実行するとこのように取ってくることができます。で、セレクト ワーンというのがあるので、まあ、1個だけ取りたい場合は、このようにしてあげると、別にリスト形式ではなくて、1つだけ取得することができますし、これ全く同様に、レビューズも同様です。レビューズっていうのが、このクラス名になってますよね。なので、これコピーしてあげて、ここを指定してあげると、はい。このように中身を取ることができます。で、あとは基本的に t キ x t とかってしてあげると、中身取ることができるので、えー、同様になります。 何が言いたいかというとこのファインド l l ールでタグ指定してクラス指定してみたいな取り方をするのかもしくはこういうセレクトというのを使って CSS セレクターで取得するのかっていう間違いですはい、まあ、特に難しくはないかなとは思いますということで、まあ、今回ですねビューティフルスープまず基礎的な内容でしたが今後もうちょっと深掘ってどんどんどん,どん複雑なあの内容も扱っていけますしあの 今までってこの部分的なものだったんですけれども、こういったランキング系のサイトとかってたくさんありますよね。 おすすめサイトとかってあった時に、大体こういう同じような構造しているようなサイトを、じゃあパパッとまとめて取りたい時、値をシュッと全て取りたい時ってどうすればいいのかっていうところをですね、また今後お伝えしていければと思うので、今回はまず第3回はビューティフルスープの基礎編というところでお伝えしていきました。今後もどん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 この Web スクレーピング入門のシリーズ出していくので、ぜひぜひ、あの楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい。ということで、本日は以上となります。お疲れ様でした。 最後までごご視聴いいただきありがとうございます。今にのプログラミング塾では Python を中心としたプログラミングコンテンツや Python を業務で活用する便利な講座を配信していきますので是非本チャンネルの登録・高評価よろしくお願いいたします。